こんにちは、エヴァさんです。鎌倉には車が通れないような細い道がまだまだたくさんあります。細い道は家が建て替えられるたびにセットバックで広くなっていきます。これ以上細い道がなくならないうちに今の鎌倉を記録したい。小道散歩鎌倉、今回は文学の小道を歩いてみました。由比ヶ浜大通りから山側へ一本入った吉屋信子記念館から鎌倉文学館、川端康成邸、山口ひとみが住んでいた家を巡ります。途中古慶歯科、長谷子ども会館、それから、天縄神明宮へ立ち寄ります。途中カットを入れるのはいいのか、それとも歩いている道をすべて、見られるようにした方がいいのか、ちょっと悩んでいるので意見がある人はコメントください。今日は文学の小道ということで鎌倉の、文人の住んでいたあたりをの小道を巡ってみます。そういう意味。